私の後ろにかかっているのが皆さんご存知琵琶湖大橋です。この橋は琵琶湖の北湖と南湖の境目にかかっていて、全長はおよそ 1.4キロ。大きいですよね。そんなこの県内一の大きな橋にはある秘密があるそうなんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。琵琶湖大橋にはある秘密があると伺ったんですけど、はい、橋の中には普段皆さんが入ることができない秘密の通路があります。秘密の通路。はい、平成29年琵琶湖大橋を森山の観光振興の支点として位置づけ、普段入ることができない橋の中を皆さんに触れていただこうと思い始めたのが琵琶湖大橋探検ツアーになるんです。どんなツアーなんですか？はい、琵琶湖大橋の存在感を高め、琵琶湖を改めて感じて触れていただこうと思うツアーなんです。ヘルメットをかぶっていざ琵琶湖大橋の中へ。ワクワクドキドキの探検が始まります。さあ来ましたけど、ここはどういう場所なんですか？はい、ここは検査路です。橋をですね、常に、安全にまだ傷んでないかをですね確認して、調べるところであります。今日は普段点検するところをですねぜひ見ていただきたいと思っておりますので、どうか楽しんで通っていただきたいと思います。はい。大人1人分の幅しかない通路を進んでいきます。足元を見るとすごい、わー、下に琵琶湖がある。途中橋の構造などを教えてもらいながらゴールを目指します。だんだん登ってきてますよこの小さな扉をくぐり抜けると景色が変わりました。頭上では車の音も響いています。まさに橋の中、ゴールはもうすぐです。頂上に着きました。ここのハッチを開けましたら琵琶湖が見えますから。わー、ああ、すごい、すごいですね、はい、この景色。ここが皆さん来た時にインスタ映えするポイントとして撮っていかれるポイントなんです。インスタ映え。そうなんですよということで私たちも撮影しました。どうですか、インスタ映えしていませんか？いや、ツアー行ってきましたけど、はい、車の振動を生で感じられたりとか、うん、あと橋の中から琵琶湖の景色が見られたりして本当に五感で楽しめましたね。ありがとうございます。このツアーは森山市と滋賀県道路公社が連携し、ランドマーク的な存在である琵琶湖大橋を知ってもらうためのツアーです。ぜひ新しい感覚を皆さんに味わっていただきたいと思います。琵琶湖大橋探検ツアーの事前予約が始まります。皆さんも普段は体感することができない琵琶湖大橋の秘密を探りに来てみませんか？詳しくはご覧のところまで。そしてツアーの後は森山市内を探検してみてはいかがでしょうか。季節ごとの絶景を楽しむもよし、森山ならではのお土産を探すもよしです。森山の新たな楽しみ方、琵琶湖大橋探検ツアーおすすめですよ。